皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、電子レンジだけで熱々トロトロでスパイシーな風味と旨味の効いたあんかけ煮込み豆腐の作り方を紹介させていただきます。ほんとこれがね、風味豊かで旨味が効いているので、もう何個でも食べられて、しかも熱々トロトロなんでね、寒い日にぜひ作っていただきたい。体もポカポカ温まります。何より電子レンジだけで作れるっていうのがね、めちゃくちゃお手軽。そして今回は電子レンジを使いながらトロトロのとろみをつける方法を詳しく紹介しましたんで、ぜひ参考にしてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら絹ごし豆腐1丁、 340g ほどある、結構大きめのタイプね。あらかじめキッチンペーパーで、まあ、2、30分包み込んどいて、余分な水分を切っといてください。はい、こちらが味付けの調味料。濃口醤油小さじ1杯、カレー粉小さじ1杯、そしてコンソメスープの素も小さじ1杯。あと、旨味とコクを加えるのに、スライスチーズ2枚。とろけるものでも普通のものでも構いません。はい、こちらお水 180cc、1カップ分です。そして、片栗粉大さじ1杯。材料は以上です。はい、今回マジで超簡単です。まずは適当な大きさの耐熱ボウルなどを用意してください。こういう大きい丼でも OK。陶器でできてるやつならね、レンチンも可能なんで、レンチンできる容器を用意します。そこにカレー粉。はい、お醤油、コンソメの素。そしてお水を入れて馴染ませるんですけど、このお水ね、50cc ほど残しておいてください。後ほど片栗粉をね、溶き込んで、最後とろみをつけたいんで。はい、こんな感じ。50cc ぐらい残しとく。そしてしっかり混ぜ混ぜして馴染ませる。はい、これ準備の第一段階終わりね。次は豆腐を切り分けていきます。多少崩れても食べ応えが出るように、まあ、コロッと大きめに切っといてください。大体で OK です。はい、こんな感じでね、もうポンポーンと適当に切っちゃおう。はい、そしたらこの切り分けた豆腐、先ほどの合わせた調味料の中に入れます。はい、調味料の中に豆腐をつけたら、ふんわりとラップをかけてください。この状態で電子レンジ 600W で、まず3分加熱して全体的に温めて味を馴染ませます。はい、レンチンしてる間に残しておいたお水に片栗粉すべて入れて、しっかり混ぜて馴染ませておいてください。これ最後仕上げにね、とろみをつけたいので、はい、こんな感じで水溶き片栗粉にしておく。はい、あとね、用意しておいたチーズ、これも適当に細かくちぎっておいてください。仕上げにこいつも混ぜ込むんで、ほんとチーズのコクととろみがついてね、さらに美味しくなる。もう適当で OK なんで、こんな感じ。2枚とも小さめにね、こんな感じでバラバラにしておいてください。はいよー、今ね、3分レンチンしてきました。そしたらもうラップ取り除いてください。ここからはラップいりませんのでね。よいしょ。あー、めっちゃええ匂いする。そしたらこちらに細かくちぎっておいたチーズを入れちゃいます。はい、パラパラーっと。そして軽く優しく混ぜ混ぜしてください。はい、この時多少豆腐溶けても全然問題なし。はい、こんな感じね。そしたら、ここに、はい、水溶き片栗粉ね。ここからが、ちょっとスピードとの勝負なので、しっかりと溶いて馴染ました状態で、片栗粉を加えてください。はい、再び、ちょっと混ぜ混ぜして、全体に片栗粉を馴染ませる。この状態で、30秒レンチンしてください。はい、今30秒レンチンしてきました。そしたら再び混ぜ混ぜしてください。はい、このね、片栗粉は下に沈殿していくんでね、短い時間、だいたい30秒ぐらいずつ加熱して混ぜ合わせるを繰り返してとろみをつけていきます。はいよー、こんな感じですね。
30秒レンチンして混ぜる。これをね、5回から6回ぐらい繰り返すとチーズもとろけてね、いい感じにとろみがついてきます。こんな感じ、めちゃくちゃ美味しそうちゃう？そしたら最後仕上げていきましょう。しっかりね、片栗粉は火を通さないと粉臭さが残っちゃいますので、ほんと30秒チンしたら混ぜるを繰り返しながら、ちょっとねこのスープが沸騰してくるくらいまでいっちゃってください。だいたい5、6回で OK。 はい、最後仕上げにネギをパラッと乗っけたら完成。熱々トロットロでカレーの風味が効いたスパイシー豆腐煮込み、これがねレンジで5分ほどあったら作れちゃいますんで、マジで作ってみてください。それではキュームポー、いただきます。めちゃくちゃうまい。いや、ほんとこのねカレーチーズあんがあっさりとした豆腐にまとわりついてガチでやばい。うまいわ。このカレー粉のスパイシーさと優しいあんかけがね、ほんと熱々トロトロに仕上げた豆腐に絡んでやばい。あかん、なんぼでもいけるわ。うまっ。これはね、ほんとレンジで手軽に作れますし、寒い日に体も温まるんで、マジ作ってみて。これね、もう豆腐一丁丸ごと 300g あって、食べ応えもありますけどね、所詮豆腐なんで、がっつりいっちゃいましょう。あかん、熱すぎるわ。いや、ほんとレンチンだけで、簡単にね、トロトロあんの豆腐煮込みが作れるんで、これは手軽で便利です。そして今回のようにレンジでとろみをつける場合は、しっかりと溶いてなじました片栗粉を加えたら、短い時間、そうね30秒ぐらいずつ加熱して混ぜるを数回繰り返して、いい感じのねとろみに仕上げてください。今回はちょっとね緩めのとろみにしたんで、もっとこってりさせたい方は片栗粉の量を増やしていただいて問題ないです。このほっこりする感じのチーズの美味しさが効いたねカレーあんがマジやばい。あ、これ完全に飲めるやつ。はい、ということで今日もいっちゃおう。乾杯。あー、うまい。いや、このカレー粉の風味ビールに合わへんわけないやん。うますぎる。あかん、ほんま熱々トロトロ、やばすぎるわ。そして今回ね、こう混ぜ混ぜしながら仕上げるんで、はじめに豆腐は大きめにコロッと切っといてください。絶対に崩れちゃうんですけど、もう崩れた豆腐をねあんに絡めながら食べるだけ。あー、うま、マジあったまる、美味しいわ。今回結構ねあっさりめに仕上げてあります。カレーの風味やチーズのね美味しさと一緒に豆腐を絡めながら食べる感じなんで、もっと味にパンチを効かしたい方は醤油の量を増やしていただいてもいいですし、おろしニンニクや生姜を加えてもね、さらに風味が加わって美味しくなるので、お好みでアレンジしちゃってください。あか、これご飯にかけて食ってもうまいかもしらんな。いや、丼にするのもありやと思いますわ。もういろいろとね試しちゃって、とりあえずビールは進む。うますぎ。